こんにちは、土の子です。さあメガピジョットの方ねやっていきましょう。ハイスコアがね6万7千で一応ね7万点を目指して頑張ります。7万点っていうのはミッションカードのこれ16、7万スコアを取ろうがまあ取れてないんでね。原始レンジャー君も言ってたけど7万点を目指して再チャレンジしていこうかなと思います。でチラッとねポケモン見えたと思うんですけれども、なんとかエレキブルがレベル9、そしてねお邪魔に出してくるねピジョンとポッポもほんの少ししかね効果ありませんがレベルねついでに上げときました。あとピジョンはねバンギラスだったらそんなに消えてダメージをねメガピジョットに食らわすっていうことがなかなかないので、まああまりレベルはね上げませんでした。ということで今回はねバンギラスとレッグーザ、まあ1回ずつやってね7万超えなければまあどちらかで続けてねやってみるみたいな感じでいこうかなと思います。それじゃあまずランキングからちょっとチェックしていきましょうか。2位以外は皆さんバンギラスを使ってますね。でエレキブルとライコーと、で2位の人はレッグーザでエレキブルとピジョット入れておそらくお邪魔でコンボさせていくっていう形じゃないでしょうか。まずはじゃあレッグーザの方から行ってみようか。レッグーザピジョット入れた方がいいかもね。っていうはこんな感じで最後の方にね効果が発揮するピジョットとねエレキブルでどんだけねコンボさせられるか、まあお邪魔からのコンボだねができるかが結構重要になってくるんじゃないかなと思います。だからレッグーザは相当運要素が高いような気がします。じゃあやってみましょう。お邪魔ガードパワーアップ使ってレッグーザパーティーでいきます。さてさて、ここですね。まずはディアさんからね何度も突っ込まれた先にポップをね揃えてくださいっていうことなんで揃えていきましょう。トントントン。さてとあとはレッグザルとかなんとかを揃えていく。えい T アタックしとくか。 T アタック、ここはレッグザを、よしこれでレッグザを揃って、さあ行ってくれ、よろしくお願いします。レッグザの皆さんよろしくお願いします。うん、こうですね、レッグーザを揃えてコンボに期待するみたいな形が一番じゃないかな。エレキブルをちょっと揃えといて、さあエレキブル揃えてレッグーザ揃える。いけいけ、ここも T アタック、さあ来ましたな。あ残念揃わず、ここはレッグーザを揃えとくか。頑張れいけ、 T アタックは発動せず、あー惜しいね。いけ、レッグーザ揃ってほしい。さあ来ましたね。うーんどうしようかな、エレキブルをスタンバイさせとく。あーエレキブルが消えちゃった。頑張ってくれ、こっからの頑張り次第で、大スコアがね見込めるんですが、ここも T アタックしときましょう。いけ、あー残念、ちょっと形を覚えてないからもう適当に叫ぶしかない。さあレッグザ揃えていきます。どうだ、よし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 、お邪魔からの T アタックはあまり発動しないみたいですね。T アタック、ああうんなるほど、レッグーザ揃えて、なるほどなるほど、ピジョットは場にあまりいないので、えいちょんちょんと、いけいけ頑張れ頑張れ、レッグーザ振ってこい。なかなかやっぱり厳しいぜ、こっからのコンボどうだ、頑張れ頑張れ、いける、いいぞいいぞ、頑張れ頑張れ頑張れ、ここからさらにレッグーザが揃い、よし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 、でかい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 、頑張れ、ここからさらにレッ
クーザがコンボして、おお、来た来た来た、最後に、さあ来い、まだ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 レックーザが揃い、激圧展開。さあさあ、ここで終わりか。いや、いいね楽しいわ。ここは一手で綺麗にした方がいいんだよね、多分ね。一手で綺麗になるもんね。ここは本当は左揃えたいんだけど、まあ、それをちょっとしっかりポップを消していくか。さあ落ちてこい。ああ残念。ここでねレッグーザが揃ったら大きかったんですけどね。でもスコア最高スコア取れました。ちょっと最後の運良すぎでしょ。あれがね連発で続いたら確かに10万いくわ。7万1077スコア取ることできました。はい、これで7万スコアを取ろうも完了と。オールクリア、スキルチェンジゲット。さて次バンギラス行ってみようか。今度はねエレキブルも、まあ、そこそこレベル高いけど、でもガチの人たちはねエレキブルにさらにマックスレベルアップして、もっともっとね攻撃力上げてるみたいなんで、ここで行きましょう。お邪魔ガードパワーアップ使っていきます。あれ今回はちょっと揃わないっぽいね。 T アタック、全然スコア伸びなかった。ちょっとひどいねちょっとひどい結果だったね。ちょっとバンギラスのちょっともう一回やるわ。バンギラスのちょっと最初ほんとひどい動かし方しちゃったんで、もう一回やります。バリア消し、よし、結構早めにメガ進化できましたね。 T アタック、1600。でも大したことなかったね。揃えてこう、そしてこう、あーちょっとあといじんない。縦揃え、もうすげえ降ってきたね今ね、エーキブルが。これ難しい。バンギラス難しいわバンギラス難しい。54,885 でしたね。レキブのレベル上げてにもかかわらずちょっと難易度高かったな。最後レックザパーティーをやって終わりましょう。レックザパーティーでお邪魔ガードパワーアップ使っていきます。これ結構最初の配置運重要ですよね。もうレックザが早めにメガ進化しないとちょっとお話にならないな。レックザ揃えて、なんかもうバンギラスもレックザも平凡な数値になってしまったなちょっと悔しいのよね。もう一回レックザ軸でいきます。エレキブル、まあこうしとくか。ちょっと手数、え、あれ今ブロック消えない場所だったっけ。なぜブロックが消えてないんじゃせっかくやり直してるんだから勘弁してくれ。ほんと綺麗にしなければいけない。よし、よし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 、いいぞ、頑張ってくれ、頼む。あれ、え、あれ何が発動した、なんでビリビリになった。何が発動したんだろうやべえ、わかんない。お邪魔してくれなくなっちゃったよ。なんだよ。ああ、もうこうするぐらいしかないな。いけ、いけ、よし、頑張れ。レックザ、レックザ、よし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 、頑張れ、いけ。あこれダメだったか。最後 T アタック打ってダンダン、全然コンボしませんでした。はい、ということで6万点でもちょっと僕ではね7万以上はあまり取れないということで、もうコインも減ってっちゃうのでここら辺でね終わろうかなと思います。まあなんとか7万超えたからいいかな。で忘れない方がいいのがこのピッピがね出てるので、ピッピをちょっと最後捕まるかわかんないけどやって終わりましょう。まあゲンガーとかでいいんじゃないかな。これで
ってみます。ウィンクピッピはどんな効果かな。あら、4つの力プラス。あれ、ピッピ出してこないの。ウィンクピッピはこちらブロック崩しですね。4つの力、はい、残り手数5で出すことができました。まあ他の日替わりと同じくそんなに難しくないですね。揃えたら大丈夫な感じ。さあ、ポケモンゲットタイムは15からの30。さあどうだ、来い。あー、残念。まあこれはモンスターボールで投げますね。スーパーボールで取らずにモンスターボールでね、後でゲットしたこうと思います。はい、ということで僕のねランキングは7177スコアで、今回はね終わりたいと思います。まあおそらく5000円までは大丈夫でしょう。みんなスコア高いな、ほんと。今回はちょっと何回かやったけどね、全然スコア伸びませんでした。バンギラスも難しいしね、レックーザも運だけじゃなくてね、あそこにしっかり配置させとくっていうのもね、お邪魔を続けさせる上で非常に大事だと思うんで、そういうところでね結構差が出るんじゃないかなと思いました。それじゃあね、明日更新だと思うんで、また明日の更新を楽しみに待ちたいと思います。それじゃあ土の子でした。